テレビ。ああ現場は今大パニック。かぐまさんが水浸しになってしまった大人がみんな立ち上がってる今のは誰が悪いんですか。今のはもうみんなの罪みんなの罪みんなの罪ですよ。でもだってかぐまさんが悪いんですよ。いやこれは分配されますね罪が。いつものメイクさんがその、はい、バンドマンって言ったら、はい、そんなイントネーションあるわけないじゃないですかってメイクさんのこと全否定してバンドマンに決まってますよってずっとめちゃくちゃよく聞くのはそうですよね。そうそうそうっていうのを、っていうのを今僕がだから バンドマン側の意見をバンドマンも言いますよって言ったらその衝撃でかぐまさんが水をこぼしてます。びしょびしょに今の大変なことになってしまいましたよ、ね、この後びしょびしょのかぐまさんが登場してくれる青木さんもう根源です。根源あ俺だった根源です、まあ、確かに30秒前からこの話題始めたけどわざとそうだそうだまたこの後あの、はい、頭からびしょ濡れのいやそんなバラエティの濡れネズミの角間さんが出てきてくれる。そんな濡れてないから大丈夫なの本当にこの後呼び込みますけど大丈夫そこまで濡れてはいない。バケツバケツバケツってちっちゃい声で言いましたバシャーって何が起きたんでしょう。あとその持ってるペットボトルの水をちょっとこぼしちゃったのまだしもバケツが登場してるのは何待ちしてたんでしょうこの番組はそんな番組じゃないと思ってましたそんなことさせない、ね、桑原さんが両親ですからね。あ私両親ですか。だって僕の今水浸しのやつに対して角間さんがすげえ能動的にボケてたしバケツがここで止めなくては桑原さんが止めなくては起きてもいないことがいっぱい。この後あとまだタイトルコールもできてないですそう本当だしてなかった行きましょうか行きましょう、はい、桑原優希青木優馬のおしゃべりな本棚アットライブ愉快な番組愉快に始めてみました。愉快な番組ですよ。始まってるよ。はい皆さんこんばんは桑原優希ですこんなこんなんすか分かんないです必死に明るさ私が思う明るさこれ陰キャの明るさはこれです。桑原さんのクラスメートに一番明るいやつこういうやつでした人気者無理してるカラオケパラパラの曲無理してるカラオケコナンのオープニングとか歌いながらやってましたあ皆さんこんばんは青木優馬です。よろしくお願いいたします。この番組は HGA 文庫、うん、HGA ノベルスコミックファイアのレーベルそしてテレビアニメ作品を盛り上げるための生配信番組です。そうです。あ、明けましておめでとうだ。そうですよ。本年もよろしくお願いいたします。お願いします。一応僕もあのあれですね桑原さんの方にですね、うん、年明けてすぐにこの、はい連絡させていただきました、はい、おめでとうございます。明けましておめでとうございます、僕は今日、はい男性ブランコの寄せを見に行きましたはいそのご連絡をいただいて、はいママタルト、はい、ケビンスなどのですねいろいろな芸人が次々に音符を運んでは死んでいきましたっていう連絡を年明けから送りはいその後私それの配信チケット買いましたすぐ見ました、ね、同じものを見て面白そうすぎてえっと思ってすぐ買って見たらあの出演されてる方が全員ネタの途中で音符を運び出すっていう必ずいや、はい、そのヤーレンズや、はい、コマンダンテ等の皆様が皆さんがであのちゃんと舞台裏から浦井さんが死にながら、うん、お前って言いながらいろんな若手芸人たちの振りに対して死にながら登場してくれて素晴らしい。最高に面白かったですね。男性ブランコ自体は音符のネタじゃなかったですけどね意外でしたあれに対してはそうですねいいものを教えていただきました、はい、2023年1月オープニングトークでございます合ってるのかな。何してましたお正月。お正月はでもそれを見たりとか。あもう主な出来事だ主な出来事が男性ブランコの寄せの配信だ。一番大きいトピックでしたつまんねえ正月の寄せは面白いけどの寄せは面白いんですけど、うん、もうでもそんな感じです。家から出てないですし基本は、うん、であのポケモンを買ってたのでそれをやるぞっていう風に言ってたんですけど結局動物の森を3日間ぐらい何が起きたんですか。どうポケモンやるぞって言ってたのにずっとこうやって過ごしてこうやってなんかもうこうやったりこうやったりしながら過ごしてましたそんなイメージですか動物の森。いや大概なんかこうやってるかこうやってるかこうやってるかそうです、ね、今掘れないものを掘れないものを掘ります。あとそのモーションめっちゃうまいですでしょ俺忠実にやる動物の森界のガーマルチョパでしょめっちゃ知ってますねファントマイムうまっ
なんでそんなことになっちゃったのかは長くなるからいっか。そうです ね、そんなことよりも小原さ ん、はい、今月から神たちに拾われた男シーズン2が始まっております。めっちゃ台本戻るじゃないですか。これは絶対触れなきゃダメなんです、ね、なぜならばホビージャパンの番組だから。ようやく番組っぽくやりましたね。そうですね、始まりまして1月から放送してるんですけれども、うんうん、やっぱりどうなるんだろうって思われた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、私が演じるエリアリアは主人公の龍馬さんと少し離れた場所におりますので、これは今だから離れてるんだ。龍馬エリアリアです。バトルのそのマイムかと思ったけど距離を表してたんだ。私はパントマイム逆に下手ですから。アンパンマンパトロールかと思いました。違います、違うんだ、龍馬エリアリアです。あんまその前後でやらない。距離って大体左右で表すわ。距離が離れてて。そうなんです。でも毎回エリアちゃんがそのお手紙のシーンで登場するので楽しんでいただけるかなと思います。ないみたいな。お手紙で登場。そうなんですよ。久しぶりに演じられて違和感とかはないんですか。ちょっとこう収録に間合いで全くそれはなかったですね。こういうちゃんとした質問もできるの意外でしょ。すごい普通にすごいのになんか今ので褒めたくなくなる。褒めないぞって思います。こいつのこと褒めないぞ。褒めないんだからなって。意外とこう違和感なくそっと入れる。すごい自然に喋りました。私もびっくり。戻された。すんなりエリアリアに戻って、はい、そして、登場もエリアリア会というものがこの後あると思いますので、素晴らしい、ぜひ楽しみに待ってていただけたらなと思っております、ね。そしてですね、もろもろ HGA のアニメ化も進んでおりますけれども、はい、この番組の天の声的なあの人を呼んでみましょう。桑原さんはもちろん、リスナーのその、HGA おしゃほんのハッシュタグのみんなや、YouTube のチャット欄のみんなもせーのであの人を呼んでみよう。いくぞ、せーの、村上氏。はい、こんにちは、ホビージャパン村上です。よろしくお願いします。達者そうな挨拶。いやいや、そんなことない、そんなことないですよ。僕一般的なサラリーマンなんでね。はい、どうもから入んない。中堅 YouTuber の挨拶しよう。中堅なんですね。しかもその、はい、半端に達者になった村上氏の挨拶に角間さんが笑いをこらえてる。どういうことその成長に。どういうことなんや。あの頃はだってピクリとも喋らなかったんで。その話は後でするから。後でするんで。思い出の話が。ちょっと冒頭の話面白すぎるでしょ、もうね。ごめん。ホビージャパンの番組ですって、はいはい、芸人さんの話5分。長い。ゲストもいるのに。アイドリングトーク長くしちゃう。そうなんですよ。僕一応呼び込み来るまでは喋れないルールなんで止めれず。ごめん。配信で寄せ見た話しちゃう。いいなぁ。ごめんね、ごめんね。いいお正月じゃないですかね。楽しかった、楽しかった。で、しかも、村上氏的にもホビージャパンのその、はい、社員なわけだけども、はい、いろいろとアニメとかも始まってて大盛り上がりですよね。そうなんですよね、僕が担当してからワンクールで2本同時ってのは初かなと思うんですよね。英雄王と神たちやってますんでね。一般社会人の生活よく知らないんだけど、はいはいはい、しんどくないの？大丈夫なの？まあ、単純に準備が倍になるっていう感じですね。ちゃんとあんま倍にならんのよ準備って。いやいやいや、一人一つ準備は。ちゃんと大変、ね、2本あるんでその分仕込みをやって全国の書店さんに本を巻き、うんうん、巻きとか言うのあるか、あの取っていただき。まあまあ分かる分かる。取っていただき展開をしていただくというのをねしないといけないんで。いやいや、はい、お疲れお疲れ。その中でこの HJ にも出てくれてありがとうね。いやいやね、そうですね、お忙しい。なんか僕がゲストみたいになってます、そんなこと。そうだね、みんなも、あ、村上氏で盛り上がってますよ。あ、たくさんコメントいただいてありがとうございます。ここ弾幕ありがとうございます。トレンドに入れよう、村上氏。弾幕って懐かしいな。あと村上氏のアスキーアート、うん、アスキーアート行きますか。あの頃のニコニコ、あの頃のニちゃんみたいにしていこう。そう、もっと昔に戻っちゃいますけどね。それぞれがなりきりチャットやろ。キラキラ、あー、やめて。あ、出た、アレルギーが痒くなる動き。桑原さんを傷つけるつもりなかったんだけど。やめてください、トラウマ。え、何になりきってたんですか。いや、な、そう、なりきってないです。怪しいな。なりきってないです。なりきってるやつの言い方だもん。私は受ける側です。その、なりきる側じゃなくて受ける側。やめましょう。ごめんなさい、僕、なりきりチャットの仕組みのことよくわからない。知らなくていいです。なんすか、受ける側って。一生知らなくて大丈夫です。ストーリーテラーみたいな。大丈夫ですよ。これが出てるから。これが出てる。これ、可愛い振り付けみたいな。これが出てます。はい、ということでですね、はい、神たちに拾われた男と共に1月開始で盛り上がってる英雄王からですね、はい、今日は番組初のゲストがいらっしゃっております。はい、お呼びいただきましょうかね。そう、先ほどは村上氏で盛り上がりましたので、
みんなでね、ここはね、かくましでいい。いや、かくましって感じ。その、桑原さんからしたらちょい先輩。はい、だから裏切る可能性はあります。どういうことですか。いや、どっちを取るか。なんで呼んでます、普段。かくまさんです。ちょっと砕けましょう、一応。はい、くまくまくまーで。せーので、くまくまーで。できないよ。いけるいけるいける。せーのだと紛れるから、村上氏も、この HJ の社員みんなで呼ぶから。そっか。もう、もうみんな弾幕も入れるから。弾幕も入れる。だからもう、紛れるから。くまくま。で、僕がひらがなでくまくまでお願いいたします。バラエティーの私も。みんなで呼んでみよう、せーの。かくまさん。かくまさんだイエーイ。よろしくお願いします。お願いします。あー、合っててよかった。誰もくまくまって言わなかったしね、綺麗に。お見事だよ。連携取れてるよ。裏切り者だらけ。ようこそ、くまくま。くまくまだよ。自称くまくま来た。よろしくお願いします。ちょっと右のスカートだけ濡れてるから。そうだ、忘れた。この事件が10分前に大騒ぎしてたんだ。びしょびしょの。ひどいんですよ。こう待ってて水持ちながら行きますか、どうしますか、差し入れましょうかみたいな下りやってる時に急にあんな暴露話みたいな。かくまさんがバンドマンっていう発音に対してすごい辛辣だったって話をしたえ、そんなこと言ってたのって、メイク直してもらいながら、そのメイクさんにえぇ、って言った瞬間にここでパンってして水をギュッギュッって両側から圧を与えちゃって、そう、みんなが騒然として、もうホストしたら本番始まってて悲しいよー、緊張しちゃだよっていう騒ぎとともに、向こうからは15秒前が聞こえてきてるし、全然やめてくれ、伸ばさない確かに、なんで絶対オンタイムだったんだよ。何その絶対オンタイム、絶対に1時間で終わるよな絶対伸ばすなよオンタイムで終われよ1秒でも過ぎたらすぐ帰ってやる。俺も今確かに、なんとなく今そのカクマさんを攻める形になって、なんで絶対オンタイムだったの誰もやめなよ2分押しでーすでいいのに。そう、自動配信なのこれ怖い、でも文句しか言ってない、どうしよう。そうなんです、あの栄養もそうですし、はい、あの HJ の、ね、はい、あの、うん、動画配信で言うと、そのかくまさんはもうおなじみなわけですから、そうですね、数年前にフルスとしてやっておりました、かくまいです、よろしくお願いします。はい、なんていう番組やってたんですか。何でしたっけあれですね、 HJ 文庫編集会議室ね。喋っちゃダメだよ。喋っていいんですよ。喋って良くなったんですよ。あの、そのみんな知らないと思うんでね。そうなんですよね。そう、その説明からいきましょう。もういっか掘り起こすのもちょっと説明はしない。じゃあかくまさん、ただあの頃はそのかくまさんと一緒にやってた村上氏は村上とも名乗らずに、そうですね、なんか犬のやつかぶって何も喋らない男だったんですけど、ご覧いただいた通り、僕がやってたその会議室って番組も経て、そうですよね、めちゃくちゃ育ったんです。そう、だからレギュラー番組ずっと持ってる人だから。あ、本当だ。いやいや、あの、僕はこの1本しかないんですよ。でもその1本が長いんだから、リニューアルして、だって角間さんから俺からいろんな人にその変わりゆく番組の中で村上氏だけはいるんだから。そうと何年目ですか、レギュラー持ってなんか確かにその番組名は変わってますけど、もう4年ぐらいやってるのか。新人声優とかより全然番組もらってるの恐ろしいよ。やっぱ偉くなってくんだよね、みんな人には優しくしようね一応言うと、偉くなってはないです。ないです。ホビージャパンないの話で言う忙しくなったとは聞いたけど、ちょ忙しくなってきました、ね、準備が倍になってるって話を聞いた。準備が倍なのは聞いたけど、そんな話はいいんだよ見かねてかくまさんが進めようとしている厳しい。あのかくまさんにお越しいただきましたのです、ね、はい、この1月から放送されております異世界最強 TS 転生ファンタジー、うん、au を武を極めるため転生する、そして世界最強の見習い騎士で、うん、ラビニはビルフォード、ラニ役を演じられているということでございます、はい、今どこですか。まだ2ページ。ありがとう、2ページ驚くことにまだ2ページです。本当ですか。あらあら、今ようやく3ページに進んでいます。ぐっちゃぐっちゃ大変だね、この番組ね。わっちゃわっちゃ、ふわちゃんよくやってるよね。このハッシュタグ HJ ほしゃほんとか、はい、その、うん、ハッシュタグとか、うん、こちらの YouTube のチャット欄とかでもね、うん、かくまさんに対して大盛り上がりしてるはずですよ。どうなんですかね。あ、なんかこのハッシュタグで皆さんたくさん、うん、あ、ほんとだ、なんか言ってる。ごめんなさい、ありがとう。申し上げてないのとも同じだそうですよ。なんかみんな、なんか言ってるわ。なんか言ってますよ。ありがとうね。まだ読み込めてなかったもんね。あと広告がいっぱい。ツイッターだからね。ツイッターそうなりましたよね。昔はそんなことなかったですけどね。そうですね、登録してるとそうだよねとか言ってた。
ごめんなさい。これにログインしてる HJ のアカウントはそのツイッターブルーにしてないから。あ、そうですね。お金を払ってないことが今わかりました。いいよ。いいよ。この iPad が金払ってるかどうか。あ、でも AU のお話待ってましたって言ってくれてるのに、ね、嬉しいです、ね、この後しっかり AU の話もしますから、うん、ご安心ください。なのでぜひぜひ皆様ね、はい、コメントの方よろしくお願いいたします、うん、ということでございまして、はい、あ、出ました、はい、これが、はい、皆様ね、こちらを使ってツイートをしてほしいというですねパネルでございますね、はい、HJ ハッシュタグ HJ おしゃほんですね。あ、今日はスタンダードに一つのパネルですね、うん、あ、どうした、あ、ヒューガシャンってな、あ、一気死んで新しいパネルが出てきた。ちっちゃくなる？パッパッパッ。前のやつはもう死んだパネルなんだ。これはもう無理。のこのこに当たっちゃったやつ。生き残りだけでやっていきたいと思います。これだけ守り抜かない。見えないよ。見えない。身体能力試されてる。角間さん正しいな。もう全く見えないよ。もう我々はパネルが動いてることについて何も思わなくなった。やっぱここおかしいよね。時間歪んでるよね。ハッシュタグを伝える時間だから見せなくちゃいけない。冒頭からさ、お笑い好きが集まるとなんか会話やばいんだなって冷静に見てた。コアな2人がいるとやばいんだよ。いやでも角間さんも同じ穴のムジナですよ。ちょっとよりディープだよねここ2人ね。いやでもさっきあのイニミニレカピカピカワのカルリパパラパッシュ。なんでこれ言えるんでしょうね。でもここも言えるから。さっき何かの流れの中で俺がイニミニデカピカまで行ったら俺よりも早いスピードで角間さんが追いついていった。先に始めた俺よりも先に追い抜いた。どういう現象。数学の問題みたいな。こうなるんだってこうなるんだって。お笑い好きが集まったら。それでは今日は角間さんをゲストに迎えてお届けしていきますよ。はい、大きい声で自分の名前言って。桑原由紀、青木優馬のおしゃべりな本棚アットライブ、角間さんもご一緒に、せーの、スタート。大丈夫か。唯一の台本を読むという業務すらも何が始まるのかと思いました。はい、さあということでございまして、メインコーナーやってまいりましょう。はい、いつもおなじみのコーナーなんですけれども、はいはい、青木さんの後ろにですね、本棚がございまして、はい、本が9冊ございますね、はい、こちらから本を取っていただくと中にトークテーマが書かれております。全9巻、はい、このテーマの中に幕張と同じです。幕張は分かる人は何人いるんですか。ジャンプ漫画のあの大昔のね、北先生が喧嘩家業とか言う、ここだけ広い、はい、たまにこういう瞬間仲いいんだな。そうで、その中に、はい、当初タイトルに関連したものもいくつか入っております、うん、今回 AUO ですね、うん、ということで今回のピックアップタイトルは AUO 棒を極めるため転生する、そして、そ世界最強の見習い騎士ということになっておりまして、はい、ご先生ね、角間さんいらっしゃってるんで、ということで一作品になっておりますので、当然ですよねってめっちゃ見ながら言ってる。素人なんで、ごめんなさい、許してください。すいません。角間さんがいらっしゃるんで当然ですよね、ね、すらも心は入ってなかった。もうなかった。文字に踊らされるばかり。そうですよね。合ってましたよね。文字が見えた。厳しくないですか。全然ね。角間さんが厳しさ出したらこんなもんじゃないよ。こんなもんじゃないですか。舐めないでください。怖っ。やっていけるかな。お願いします。ということで、はい、まずはねストーリーの紹介を角間さんの方からよろしくお願いします。急に私、はい、行きます。国や谷、谷ダメだ、谷じゃなくて民のために、あ、すごい、すぐ出てくる、すごいですね。国や民のために生きた英雄王イングリスは、死の直前、次の人生では自由に生きて武の道を極めたいと強く望む。その願いは女神に聞き届けられ、遥か未来へと転生を果たすというざっくりとしたお筋ですね。角間さんに関してはその英雄をイングリスの生まれ変わってる姿の幼馴染という、そうですね、そのもともとは王様だった子が美女に転生するわけですけれども、同じくこう今出していただいてるですね、可愛い女の子、幼馴染、まあイングリスからするといとこですね、はい、はい、の女の子 でしかもその転生したところから話が始まるから、うん、赤ちゃんのイングリスと赤ちゃんのラフィニアのところから話が、うん、もうゼロチャイから、ゼロチャイからオンギャーからやりました。1話すごいですよ。そう急成長が見れますから。そう1話早かった。そう A パートはだいたい
回オンギャーでした、ね、パート老人からオンギャーになる、ね、オンギャーからなんか少女になり、そしたらすごい赤ちゃんがめっちゃ強そうなってき倒すっていうところからスタートするんですけれども、ね、1話2話がもう流れてます、うん、そうですね、はい、見させていただきました。 ありがとう。え、なんていい子なの、可愛かったんですよ、ありがとうね。できた子だよ、大事にしてくださいね。そりゃそうだよ、1話を見た子に対しての評価が高すぎる。でも1月版なんて大量にあるんだからね。ちゃんと忙しいのに、ありがとう。あと俺が大事にする言われとかはないです、もう勝手に育ってる。勝手に育ってる。そうなんです。誰の何あれでもないです。いやいや、しっかりしてる、はい、そのイングリスちゃんが、うんうん、もうあのすごくしっかりしているのに対して、うん、ラニちゃんがすごいピュアで可愛いんですよね。こうね、イングリスさんも言ったら大往生したおじいちゃんなわけで、中身が、ね、が美女に転生して、まあ、見た目とかはその女の子らしいけれども、うん、結構武人っていうか戦いたいっていう熱い思いを持って転生して、今世ではもう武だけを極めたい、そのために生きるんだって思ったら結構世界の状況が変わってまして、戦うことが必要な世界になっていたので、まあ戦えるぞっていうところではあるんですけど、そのためにこう力を入れすぎる、取りすぎると強くなって結局また前世と同じ状況になるのでは、ね、みたいな、なんか政治的な部分とかに携わっちゃうと結局またがんじがらめになっちゃうから、 それをちょっと隠しながら戦っていくみたいな、っていうのがモノローグでいっぱいあるんですけれども、そんなこと知らないラニはもうごちゃいはごちゃい、ごちゃいなんですよ。12歳は12歳すごいねって言ってなんてできるこの幼馴染すごいみたいな感じで、イングリス大好きな女の子ですね。確かなんか子供の頃ちょっとその比べら、イングリスちゃんもうこんなに喋る、なんかこう達者に喋れるみたいな、比べられたりとかするのに、うん、全然卑屈にならずにずっと可愛いじゃないですか。そうです。で、周りもね、なんかこうすれ違う人が、あ、ごめん、すれ違う人が、あ、私の音声を表すときに、ごめん、ごめん、忘れてた。振り向いたくらいの美少女なわけですよ。そんな人が隣にいたらやっぱね、卑屈になるけど、そこさすがです。いい子なので。はい、いい子なのです。まっすぐに、そう、可愛いねって言っちゃえるような。しかも1話さっき話になりましたけど、うん、A パートのドア玉、赤子から始まってるイングリスから、うん、もうそのなんていうか、え、なんか わしが女の子にみたいなところから始まってんのに、そっから5分見たらもう女楽しんでるじゃないですか。やっぱあんだけ美少女だと人生急になんかバラ色っていうか、私も美少女に育ったなって鏡が見るし、鏡見るの大好きなの。そうなんです、あんだけね美貌を携えたらそりゃ楽しいですよ。飲み込みが早かった。そうそう、早いけれども、なんかそんな美少女がゆえんの悩みとかもあって、男性から向けられる視線が男っていう気持ちもあるから、ちょっとその視線嫌だみたいなのが強くなってたりとか、なんかその異性に転生したならではの悩みとかも描かれていたりしますね。ちなみにどうですか、そのイングリスとラニ以外に好きなキャラクターとか気になるキャラクターあります？そうです、まだ2話なので言ってそんなにこれから出る登場人物がまだまだいるんですよ。そんな中の先のキャラクターが気になるっちゃ気になるんですけど、今回で言うとその今日3話が放送されるんですが、そうなんです、レオンさんが2話のラストの方で、それまでめっちゃもういい兄ちゃん来たみたいな、びっくりしました。こんな友達いたらラッキーぐらいに思ってたのが、やばいね。急にあれもその作劇場めっちゃおもろかったんですけど、信頼させるまでのスピードと裏切るまでのスピードが早すぎて言わないで、はい、いや急展開を迎えるんですが、びっくりしました。あそこのレオンさんの謎とかっていうのもちょっと今夜のね、まあ、3話で中村雄一号へ気のいいヒゲの男なんて裏切るよ。100%キャストで読むタイプだ。わかる。わかるだろ、それは。中村さんって思った瞬間にちょっとざわつきますね。我々が20年ぐらい積み重ねてきた5だから。何人かいる中の、そうです、見えちゃう、わかります。うちらどう見られてんだろうね。あ、おー、確かに、そう、ね、キャスト並んだらどう思うんですかね。どうですか傾向的に、うん、あ、見えてないですね。疲れましたね。見たのに勝手に思うやつはありますが、でもなんか割とストレートに可愛い子なことも、裏切らない、もう裏切らない、裏切らない、裏切り経験あります？裏切り経験あんまりでもないじゃないけど、確かになくもないっていうぐらいだよね。なくもない、なくもない、そうですね。あ、でもそういう印象は持たせておきたいよね。あ、裏切った時に効果的だから。あー、なるほど。いいですよね。このキャラは角間さんが裏切るわけないよ。ないって思ってたら思いっきり裏切ってやりたい。それはあるかも。それいいですね。くまちゃんどういうのが多い？
あでも私も裏切ってはまだないかも、そんなに裏切ってないかもしれないんですけど、そうですね、裏切らないここぞっていう時に、そうですね、取ってからいびっくりさせてください。今やってるね、作品もあるからね。あ、どうなるか、何もわかんない。絶対裏切らない。そうっすね。頼む、裏切らないでくれ。神たちで裏切られたら結構ショックですよ。泣いちゃう。ずっと嘘だったの。嫌すぎる。いっぱい裏切られたやつが主人公なのに。やめてくれ。悲しいわ。こんな感じかな、お話で言うと。今の話だいぶ盛り上がりましたね。嬉しいです。2話しかやってないのにまだ史上初じゃないですか、こんなに盛り上がったの。今まで何があったんだ。そのアニメの話でね。確かにですね。どういう番組テーマトークがメインだから。テーマトーク言ってなくて現状25分という。ああ、しまった。大柄が本題だ。これが欲しいんです、本当は。そう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 。初ゲストなんだよね、確かに。僕らはもうテーマにがんじがらめになってます。確かに、厳しいってことは聞きました。こうやってその、なんというか、ちゃんと作品の話で盛り上がって大変幸せな気持ち。でももう今仕事しきったんで。まだまだ、まだまだありますよ。オンタイムで帰ることだけを頑張っております。だらだら一個一個の話してやろう。絶対帰んだからね。ということでね、はい、あのテーマトークやっていきましょう。はい、じゃあどれからいきますか。そうですね、これ9巻ございますので、はい、じゃあ角間さん選びます。あ、じゃあ私の誕生日知ってますか。こんな苦手なタイプの人ができる。あれ、前も呼んでくださってね。俺1回だけゲストで来た人の誕生日調べないです。じゃあ刻み込みたいということで9月9日なんで。あ、そうなんだ。一番で。どうでもいい流れやった。ボケまくりだ。マシーンだこの人。今作品紹介したけど。もう急に手伸びかけてたわ今。一番なのね。一番で。忘れないわ。じゃあもう これ見るたびに俺香川さんだなと思う。九という数字を。ありがとうございます。やった。でも一番で。ねえ。はい。じゃあ一番から見てみましょう。一番最初のテーマとかこちら。お。何かを極めるとすればでございます。早速来ましたよ。ありがとうございます、はい、私一番を選んだからこです、ね、これ作品と何にも関係ないことも書いてあるんですけど。あ、そうなんだ、やっぱりね。なんなら関係ないことの方が多いまである。最初から英雄は引けてる時点でもう、あ、じゃあここまではちゃんと仕事しましょう。ということでテーマの説明いきます。英雄、はい、を極めるため転生す、そして世界最強の見習い騎士の主人公イングリスはですね、武の道を極めたいと思っております。ということで皆さんは、何かを極めるとすれば何を極めたいですかというテーマになっております。だから今すでにある程度土台があるものを選ぶのか、それとも本当にゼロから何かを、ゼロベースのものを選ぶのか。あ、確かに、こちらでも大丈夫ですよ。武は極めたい。ブとはブよ、ブどういう感じですか。あ、どうしたどうした、後ろに書いてある。今期の2番手だよ、これの。あ、タケル。あ、そうなんです。タケルゴーダタケシ。タケシ。あ、そう読んじゃうから、タケシを極めたい。タケシを極めたい。作品変わっちゃう。金物屋の息子である。タケシを極めるために。歌がお下手。そんなことないんだよ。他作品ばかり出てるの。あとみんなでポスターを眺める時間あった。いや、でもそうですね。武は極めたいと思ったことないんですけど、今ピラティスやっててどうですか。興味ある。急に女子始まりました。急にあんまこの令和に言うことじゃないけど、急角度で女の話になったぞ今。激になってます。すげえ。でも一回聞いてみよう、ひょっとしたら面白いかもしれない。ピラティスの話、ピラティスってすごいんですよ。ピラティスどうぞ。ちょっとじゃあ、先にピラティスの凄さを教えてもらっていい。な、内側の筋肉がなんか良くなるんですよ。分からん。例えばジムの筋トレはこうやって腹筋がパキパキパキってイメージある。こうやると腹筋はパキパキにならない。こうやったら腹筋がパキ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 ってなる。どうなってんのジンタ。多分俺腕がパキパキになると思う。腕もり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 パキパキパキって。いや、どうなった。どうした、絶対に打っちゃいけない注射打った。こうやってた。ほら、よくさコメントでなんか笑いすぎて腹筋割れたわっていう人いるじゃない、そういうタイプの人じゃない。すごいじゃん、このマシーン面白すぎて。笑いすぎて腹筋割れんのすごくないみたいな。羨ましい体質の人いっぱいいるじゃん。そういうタイプじゃない。原さんはそうなんだ。これが
段普通の人です。あのこうやってパキパキが普通の人で、で、あのインナードラゴンボールの割り方した男の子がみんなあの筋肉の描き方する、モリってするやつです。うわーボーボリって破ける全然話しない。ピラティスの凄さ早く教えて。そうだそうだ。でピラティスは中のこのパキパキのその向こう側にある行こうぜパキパキの向こう側へ、パキパキの内側にある。内側なの向こう側なの難しい。内側なのに向こう側なの。そっちから見てください。そっちから見たらこっち側です。あ、だ向こう側ね。角度によってね、見方って変わるもんね。内臓側、ね、視点がいろいろだよね。そこが鍛えられるんで、うん、姿勢が良くなってる。ピラティスは何あの効果だけが今伝わってきて何が起きたのかが分かってる。でもそう、外の筋肉っていうよりは内側の筋肉を鍛えるような動きが重とされてる。そう、ずっと拍手を長い時間小原さんと分かんないよ。パキパキバカの何かいつも見せる筋肉とこう体をしなやかにする筋肉とってちょっと違うみたいで。そう、ね、何年先輩なんですか。何年先輩ですか。ピラティスですか。ピラティスでもいいけど。ピラティス先輩。あのまだ年行ってないです。1年先輩です。あ、そう、同じ事務所所属しております。マスプロモーションの角舞です。マスプロモーションをこれからもよろしくお願いします。マスプロモーションが入所するとたった1年でこんなにピラティスの説明が上手く。経験者と経験者じゃないっていうまで。ちょっと今ここには興味があります。ピラティスはすでに始めている。そうなんです。去年の7月末ぐらいからやってて、結構半年ぐらいやってる。そう、びっくりでしょ。私物事が続いたことないのに。あ、村上氏だけがしてる。その情報そんなことは言ってないんですよ。昔も何かを始めてはやめていた。いやいや、そんなことないですよ。そんなことないですけど、趣味とか、そう、特技をあんまり話せてなかったので。捨ててきたものあります。なんか今まで捨ててきた趣味。あ、そんなんだらけ。なんか前も言ってましたよ。なんかコーヒーとかの話してませんでした。コーヒーは違かったっけ。違う女だよ。誰と混ぜてんだよ。ラガミそれ一番だよ。誰と混ぜてんだ。トヨタの萌えちゃんか。一回挟んでるから。なんかやめたみたいな話してませんでした。挟んでる。いやでもそのピラティスをなかなか長いことできてなかったのに未だに続いてて、でそれをより極めたいなと。結果とかは分かったんですけど、具体的にどんな動きとかがあるって。あ、そうです。いろんな、なんかマットでやる人もいればマシン使ってやる人もいて、私はマシンでやってるんですけど。マシンを使ったピラティスが。そうなんです。マシンってすごいもの想像してるでしょうけど、ピラティス矯正ギプスみたいな。ピラティス型に体にこう勝手になってるバネ。ピラティスって文字だけで踊らされてるタイプだよ。脳内今絵に描いてほしいけど。ピラティスを極めるとピラティスファイヤーが吐けるよ。技じゃない。腕が伸びたりピラティスファイヤー。ドラゴンボールっぽくなる。すごい小学5年生みたいな。ただかっこよすぎるってピラティスって言葉が。確かに言いたくなりますよね。全然違います。全然違う。しなやかな体を。そうそうそう、おすすめ。ねえ、やっぱり。そう、でも先生によって全然違う。なんで絶対小原さんは何を始めるにしてもファイティングポーズか。ピラティスはそうじゃないんです。ピラティスはそうじゃないんです。ピラティスは人間の48の関節を決めることができるのではない。しなやかな。え、部をやってます。なんか部の知識すごいですね。子供の子だから部は好きなの。あ、そうなんだ。 K-1 プライドを食い入るように見てたんですよ。あ、世代的にそうだ。確かに。わかるわかる。南海の黒フィオ。そうそうレイセフォ。あ、そう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 。サモアの怪人マークハントとかボコボコやってた。あのコロコロコミックで K-1 の漫画やった世代だから。ここだけが拾える。K-1 ダイナマイト世代だから。そう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 。今ピラティス VS K-1 になった。聖堂会館 VS ピラティス会館になった。勝ちたい。負けていいやって思っちゃった。勝ちたいよね。ごめん。違う違う。俺がたどり着かった話これじゃないの。ピラティスのなんかを1個ぐらい教えてよって言って。もういい。もうピラティスいい。いいか。終わるこの話。そうね、ピラティスで終わっちゃうもんこれ。ちょっとあのピラティスが具体的に何かはさっぱり分かんなかったけど、なんかあのインナーマッスルがすごいってことですね。そう、鍛えたいよって。そうですね。みんなは何かありますか？正直次の本でいいかなって。そうですね。すごいなんかのグループディスカッションで焦ってる人みたいな。じゃあ各々なんかつぶやいといてください。極めたいもの。はい、ということでね、ピラティスについては皆さんコメントで、あの私もやってるよってコメントをねしてくださいね。このくだりは今俺すっごい楽しかったんだけど、面白かったかどうかみんなちょっとチャットのコメント見て。面白かったかな今の。
ビワが面白かったからやりきった後にみんなの反応が怖くなるよね。あ、いやけど受けてます、受けてますね。あ、受けてる、受けてる、めっちゃ受けてる。どっちだろう。全然拾ってもらえなかった青木さんのダルシムの話も受けてる。ダルシム分かりますよ、伸びるやつです。今俺はヨガをピラティスに置き換えてずっと話してる。なるほどね、こっそり。あ、分かった。小ボケ入れたのに全然。でもヨガとピラティス違います。違うんだ、難しい。ヨガファイヤーとか出ないです。難しい、難しい。あ、そして欲しかったツッコミが3分後に来た。ごめんなさい。気づかなかった。できた。テーマ引こう、テーマ。テーマ引きましょう。どうする、川原さん引くじゃん。何番いきますか。お、では、私は6月生まれなので3でお願いします。半分にしたよ。割る2だね。算数できるね。3番のテーマはお願いします。お、3番のテーマ、じゃあ村上氏が意味ありげに振ったから上げてみようか。お願いします。あ、いいですね。お、英雄を先行上映会のお話。なんか今日はすごくできる。いいぞいいぞ。絶対に村上氏が弾いて欲しかったやつだ。よかった。なんか、ね、さながら、ね、うん、あのアニメの反則番組みたいになってきましたよね。素晴らしい。ようやく正しい。さながらです。さながら。じゃあ読みますね。はい、先日ですね、1月8日に英雄王の1話2話の先行上映会が実施されました。うん、イベントを振り返っていきましょうということでね。角、うん、間さんその場にいらっしゃったんですよね。言いました。なんで自信ないですか。あんまちょっと自信ないですか。年始一発目の仕事でした。ああ、はい、そうなんですね。あ、嘘です、その前からやってました。そっくりだったこの演技。行かせてる、行かせてるけど。バレた、バレちゃう。演技の仕事以外はそっちに行かせてる。ちょっと久しぶりに出たから。出ました、何。角間舞みたいな。ごめんなさい、何角間さんしか現場にいないから、あなたがその話をする以外に我々は盛り上げようがないよ。いや、いたよって言った。いたよ、いたよ、あそこに私いたよって。そう、あの今結果的に起こったことを言うと、自分で情報を出して違かったっていうね、うん、ことでしたけど、なんかあれですよね、その全体としてなんかどういう雰囲気だったとか、うん、結構あの声優さんも、7、8人ぐらいいらっしゃったんですよね。いて、はい、いたんですけど、その1話の先行上映やりました。そこにまだ出てないキャストもいたりして。あ、そうですよね。だからそれで言うとまだ同じ段階なんですよ。そのキャラクターの話したいけど、まだちょっとこれからなんですよっていう感じなんですけど、でもやっぱ年始でね、きっと皆さんお正月ボケとかあるかもしれないとかさ、なんかだるいなとかあるかもしれないけど、ちゃんと皆さん来てくださってて本当にありがとうございます。あれ、そうなんだと思う。あ、違う、お客さん。あ、お客さんか。そうそう、来ていただいてありがとうございます。お客さんお正月ボケとか言わない方が。じゃあ7、8人のキャストの誰かのこと言ってるのか。だるいなと思いながら来てる。怖すぎる。収録で言うと、はい、あの人数が一気に集まって撮るっていうのがご時世的にできてなかったので、あのメインキャストで一気に集まれたのも嬉しかったですし、そうそう、そこら辺が急にどうしたの？あれ？あのコメントチェックするだけですよ。彼女から LINE 来た。あ、彼女から。コーヒーの女か？コーヒーの女か？コーヒーが好きな、コーヒーが飽きたあの女か？コーヒーの女じゃないし、僕スマホ見始めてからで退屈してるわけじゃない。なんか追加情報があるのかと思った。急に真顔になってた。そんなことない。あ、けど、あ、出てますね。あ、でもさ、わかるでしょ。仕事中に個人的な連絡見るわけないだろう。そりゃチャット欄見てるって。あの、現場いらっしゃった方もいらっしゃって、あ、ありがとうございます。収録現場に虫が出た話は覚えてるっていうコメントがね。そう、なんかもう本当に最後の挨拶で駆け込みでぶっ込んで話したからちゃんと伝わってない気はしてたんですけど、はい、収録の時期がちょっと何ですかね、こうジメジメした時期だったのと、あとスタジオが地下なんですよ。それもあってちょこちょこ小映え飛んでるなみたいな。まあでも一応仕切りとかもちゃんとしてくれて、対策はしてくれてるのに、それを縫ってまで人間のテリトリーに入ってきた虫がいて、でそれでやばいのがアフレコブースにまで入ってきて、で、あ、飛んでんなって思ったけど、まあ始まりました。始まった瞬間にだけマイク横を通過する。なんだこいつってみんな。なんだこいつだ。ジョイマンの入りだ。なんだこいつですよ。77ですよ。77は怒りの感情じゃない。これはもう小林に77ですよ。77みたいな感じ。77言いたいだけなんですけど、その状態になっちゃって。
で、鬼頭ちゃんなんてこの作品すごい大変なんですよ、はいはいはい、その自分の実際に喋ってるセリフプラスモノローグはそうですね、重厚感のあるとか、そうで年齢もいろいろあるし、みたいな中でも一人二役ぐらいやってる勢いなのに、ね、そんな鬼頭ちゃんの耳横を喋ってる時にブンって飛んで、こいつはもうメッセネバってなって出た。そのスタッフさんが、はい、すごいいい香りのする、花の香りのする殺虫剤をバーって撒いてくるし、この世にそんなものあるんですか？そうなんです。なんか全然臭くなくない、むしろすごいいい匂い、なんですかって言ったら殺虫剤ですってそう、でね、一応倒せて、でも思ったら、もしかしてアフレコをしたかったけどできなかった、夢破れた、なんかの青年が、そう転生した虫だったかもしれない。そこまでしてそのアニメのアフレコに参加したいという思いを持ったやつを、思いを持ってたかもしれない、滅したんだ。でもうちらは仕事だから。あ、そうだなそれだからプロになれなかったんだお前前世で絶対にこの作品ではないお前はってなって、モブで目立とうとしやがって、お前が今じゃないってってメッシュだよっていうお話 が, そんな, お話がなかなかね、今さ、アフレコの時のお話もないじゃない。そうですね、これ一本でやってます滑らない話栄養の現場でなんかお話ありますか？一本インタビューでもやった、正解でもこれ言ったし、その何回か話した感があった。そうなんだったらより長くなってます。隣ありますよね、そのなんか上手くなってた、はい、時系列の説明とか。77は初めてもらった俺が邪魔したけどニュータイムで誰かがジョイマンじゃないですかって言わないと始まんないですよ。レアな回でしたありがとう、ジョイマン回でしたありがとうございます、今の話すごくて、エピソードトークとしてまとまっていつつ転生の話でもあるっていう、ね、おー本当だ、めちゃくちゃすごい話、すごい大切な小林が声優から転生してる話でもある。そうなんですよね。いや、これ HJ さんから出たらちょっとだけご相談を、これ出たらってどういうことですか？それを原作にした、ね、原作にして、転生したら小映えだったけど声優を目指したら滅されたって落ちまで落ちまで書いてある。前世で声優だった俺が小映えに転生し声優慣れてたのか、現場に潜り込んだものの、あの花の香りがする殺虫剤で滅されたけん最近確かにあの長いタイトルの名前多いですからね、まあ、長いタイトルの名前っていうか全部結末まで読む必要性みたいな逆にこれを読ませる力っていうのが試されるのですごいなんかね、うん、口絵のイラストはどんな感じになってるんでしょうね。小映えはやめた方がいいと思う。そうですね、ハエはイケメンなハエであれば、イケメンなハエってあれすごい美しい、あのフェアリー的な状態ってことですか？美しいハエであればまだ、そうですね、美しいとけど花の香りがする殺虫剤で殺すことになってしまうんで、ちょっとえぐくないですか？大丈夫、あれもちょっと表現があれなんで、もうちょっとマイルドにしてメッスル、メッスルです。メッスルだ。メッスされた件についてだ。そう、気をつけて。お気をつけて、遊ばせ。これは先行上映会の話。ちゃんと言えなかったので、改めてフォロー。これを引いて、これを話させたかったの。これ俺意図が分かんないんだけど。いや、でも ね、そう、チームワークよくやってますよっていう話です。テンポよく虫を滅することができるし。もう本番ではちゃんとできましたから。ああ、無事に。無事に静かな世界で撮れましたので。はい、犠牲は必要。いやけどまさかねこの虫めした話をね、うん、コメントで書いてくれた方もこんな感じになるとは、ね、正式な尺でもう一回聞けると思う。もう一回聞けてだんだん完成度が上がってきました。上映会の時はこれをもう少しそのバタバタバタって言っちゃったから、はい、ギリ伝わってないみたいな感じ、ギリギリちょっと詳しくは分かってない人があらすじ書いたら多分ズレが生じるかもしれないみたいな話になってたので、これをネットニュースに捕まった場合はなんかはしょって変なここじゃないキャッチコピーはみたいになりそうだったんで、鬼頭さんが虫殺してる話にするから、あ、そう、危ない危ない危ないやめてください。混ぜるの危険。いやけどね、いい話でしたね。このテーマと終わったこのテーマ。このテーマちょっともうあのいいでしょ、もう。まあ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 。だいぶいきますからね。そうですね。何でもこれなんだろうな。今ちょっと正直言いますけど、だいぶ下手でしたね。まだまだ成長途中で。さっきも普通にそのお二人がその一回マイクとか取り付けに話した時に普通に MC のコツの話した。知りたいなまだあんまり話数が進んでないアニメについて話さなくちゃいけない時に何聞くの話で、もう今日使ってます。ちょっと
青木マジック、はい、青木マジック急にかっこよさ出してくれたね。これあれです、普通に今回のキャラどうですかじゃなくて、うん、今までの、演じてきたキャラの傾向とかと比べて今回このキャラクターは得意ですかとか、今までやったことがありますかみたいな、過去に演じたキャラとの比較をしてもらうことによってこの作品だけの話もできるって。ちょっと難しいなって思いまだ見直そう見直すどうですか、あなたの傾向的によくやってるタイプですか、得意ですか不得意ですかみたいな話にすると、作品以外の話ができるっていう裏技を村上氏に教えたから、なんとマジシャンみたいな、今後どっかで見れると、この話聞いた上で僕仮にその話したらめちゃくちゃダサいすごいここに青木さんが出てきますプロアクションリプレイからそれに変わってきたデータみたいな真剣ゼミスタイルになっちゃいます丸ままテキスト通りできるぞどんどん月一で成長していくということで、ね、次行きましょうね。次何番行きますか、はい、何番がいい、もうちょっとネタが尽きたんで、いいですよ、ここでボケなくていい、数字ボケってないから。じゃあ私の誕生日覚えてます9月9日あー正解です、9、9番で素直なとこもあります。さあ9番お、すごい、マジか、ホビージャパンからのお知らせ、あれ今日はこういうのしか入ってない、私なんかホビージャパン来るとこういう流れできるんですよ、ね、なんでだろう、いやけどこの神引きのね流れができてますからね。チンチロの時もそうでした、チンチロやったあそうちょっとやばい番組だ、話がちょっと長くなっちゃうんですけど、そのざっくり言うと僕と角間さんがチンチロ勝負して、僕があのピンゾロ出されまくってめちゃくちゃ負けたっていう、あでしごろかしごろ出されて絶対しごろ祭じゃん、絶対思いが入ってるしごろ祭じゃないんですよ、ちょっとあのこうかかあの噛んで確認したんで分かります、そのシーン分かる分かる、あの地下労働場でのやつじゃないんだ、そう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 テツヤとかで同じのね、噛んで入ってないの証明するやつ、はい、はい、ということでお知らせします、はい、はい、ここでオビジャパンからのお知らせです、角間さんが一刻も早く帰りたいっていう気持ちがここに現れてる、勝手にくじと決めつけて、ね、まあ紹介させていただいております au なんですけれども、こちらに合わせましてこのチャンネルにて au をもっと知ろう特番の配信が決定いたしました、おこちらですね、うん、本日もご出演いただいております角間愛さんにゲストとしてお越しいただきます、はい、この番組に合わせサインのプレゼント企画なども、実施いたしますので、ぜひですね詳細は後日発表いたしますので、ぜひ HA 文庫のツイッターをフォローいただいてご確認いただければと思います。今後どこにも出てないです、出てないこうやったりこうやったりしましたけど、はい、だいたい出る番組やったで今回は私、はい、村上がですね今回その番組をお手伝いさせていただいておりますので、角間さん当日もぜひよろしくお願いいたします。今急に怖くなりましたぜひを噛んだから厳しかった、当日もぜひ角間村上体制で久しぶりに見れるってことです、はい、そうですね、やってかそう、それは喋る MC ということですか、一応まあまあその司会的な感じでやらさせていただきつつ、はい、さっきの腕が試されます、ただね、そうですね、多分聞かれます、同じこと、同じこと聞かれる、早速さっき教わったメソッドをいくね、うん、すごい、かくまさん今まで演じられてきたキャラクターとこう類似性とかありますかって言われます言われます、それけど逆に言った方が美味しいんで言わないと言ったら美味しすぎるんで、はい、すごいな、英雄王の特番背負って角間さんが基本的には一人で、はい、基本、いや、そうなのかな、はい、ということで、まあちょっとですね、うん、その一緒にぜひ番組よろしくお願いします、はい、お願いします、でも、うん、だって長らく二人でやってたんでしょ、長いのかな、昔ね、1年ぐらい一緒にやらせていただいたり、結構ごっついじゃん、そんなに、あらま、なんか、ほとんど記憶ないですか、何も覚えてない基本的にこう、犬の被り物をされていまして、何でそんなひどいことをするんですか、角間さん、違う、泣いてる今もいるんだから分かんない、分かんないね、今日も配信いただいて初めてこの番組しばらくやってるけど初めて向こう側を指さそしてあの人は角間さんがびしょ濡れなのにもかかわらず20秒前って言った人でオンタイムで始めた信じらんないこの番組犯人だ、全てがあいつかもしれないぞ、怖いよ、俺も台本に操られてジョイマンとか振ってるかもしれない怖急に怖、全て彼に操られてなんかアドリブの天才かと思ってたらそういうこと完全台本すごいじゃん、台本見せてほしい再現に角間さんがなんだこいつって言ったら必ずジョイマンと挟んでくださいちゃんと言うようにセッティングされてたんですそこまで怖いこの番組怖いよ、まさかね、そのディレクター側にまで行くとは、ね、何回聞いてもすごいスピードでなんか屋上で
なんかした話とチンチロの話をまあ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 って言いながら駆け抜けちゃうから、うん、具体的にどんな番組だったか教えてもらってないで、でも私も記憶そこしかないんで他は何も分からない あれですよ紹介してましたよ、その当時の新作とかを結構それはもちろんなんですけど、はい、あ覚えてらっしゃいますか、びっくりした、それの記憶もゼロになったかなと思いまして、でもどうでもいいんです、いつもこの話になっちゃうけどどうでもいい話なんです、あどうでもいいですか今見れないからね見れる話ならあれです、あ昔やってたんでね、そうでも応援してくれてる方はありがとうございます、ありがとうございます、気になります、ね、新規の客は獲得できないってことが決まっちゃってる、新規が欲しいからあ確かにそう綺麗な話しよう、はい、ということで、詳細は後日発表になりますので、後日、ぜひね詳細をお待ちいただければと思います、はい、その発表はこのツイッター、えそうですね、文庫のツイッターで、文庫のツイッターで行いますのでよろしくお願いします、はい、お願いします、文庫の公式ツイッターの J ちゃんがあのアカウントのそのアイコンになってるやつ、角間さんのことフォローしてるのに俺のこといつまでもフォローしてるそんな、ね、多分桑原さんもされてない、いやいやいや、されてる、そんなことないですよ、ちょっとそんなことないことはないの、ずっとフォローされてないの、そんなことない J ちゃんに、あの J ちゃん2分後ぐらいに見たらきっとフォローされてますよ猫がモチーフなのに牛タンが大好物の J ちゃんに、あ牛タン、こんなに詳しい、牛タン好き、今ね言ってる間に桑原さんされてますよ私の話みたいに私も好きじゃないじゃあ私 J ちゃんの役できるじゃない牛タンもらったことを思い出した今この番組でそんなこともありました、ね、工作する記憶すごいな、なんか記憶出てきたり出てこなかったりすごい強化人間みたいなんかを理由に忘れさせられちゃってるけどたまに出てきたりする何の話かわかんないけどはい、ということでね、ちょっと危ないな、次のテーマ行きましょうかね、そのうちとにかく角間さんの番組栄養のやつやりますので、はい、特番ということでよろしくお願いします、まだ行きそうですね、まだやるよ、はい、まだやるよ、行きましょう、はい、だって必要なやつしか弾いてないじゃないか、まだそう、この番組ちゃんとしてんだなって思ってます、びっくりした、桑原さん、桑原さん、いつもの腕見せてくれ、桑原さん、ちょっと緊張してきましたね、聞いたことない映画聞いたね、今でも今1、3、9が消えてるということで、はいはい、本当にその理論意味ある乾井みたいなやつ出てきたデータ上だとデータ、あ、やっぱりデータで選んでる、メガネ持ってきて、メガネ持ってきてメガネ、あとキャラソンパイ流して編集率ずっというやつ、ラケット持ってきて外したら乾井汁を、いやなんかいろんな、そこら辺わかんないんだよな、では、はい、1、3、9ときて、5、6です、ね、なんで 5は普通すぎる、5が普通な理由だけ教えてもらって135って普通なんで、あなんか筋の感じね、はいはいはい、で 6選んでみましょう、でも3選んだクワちゃんからしたら6は普通じゃない、なんか6も普通ですか数字で生まれる迷い1年先輩のクワさんが6は普通じゃないと言ったことにより、青木さん6を戻して6を戻したデータ声優桑原に迷いが生まれた、そのはみ出た6をその少しの迷いは次々にほころびを生み彼女のプレイスタイルに影響を与えていくので、すごい脚本読んでるこんな即興でさ文字出る人いないよね、数字選んでるだけの時間何を盛り上げてる、すごいガラさんガラさん6は普通ということで、うん、6は普通なの、でも普通もいいよね、ここで声優桑原ゆき一筋の迷いが生まれちゃーん流れ出すすがし顔逆に6で逆に6逆に6で、ね、拍手もらう、先輩に拍手もらったから安心して6開けるね、なんで結果がこちら、はい、こちらなんだ、本気馬のほっこりイエーイってね、データ上なら放送いうことすごいな普通って言いながらこれ引いちゃったの申し訳ないです、すいません、レギュラートークテーマです、はい、レギュラー、ね、あじゃあ絶対やんなきゃいけないじゃん、そのレギュラーで入ってるやつで、はい、青木さんのねほっこりする話を毎回聞いてるんですけれども、うん、聞いた時は、まあ、今日もだから、本番始まる前のアイドリングトーク非常に盛り上がりまして、うん、盛り上がってたと感じてましたか、どれがアイドリングかわかんない本番だと思ってたけど本番前にここでなんとなく打ち合わせしてるけど盛り上がったじゃないですか、なんというかそのみんなで僕のアクリルスタンドについて盛り上がったじゃないですか出た武器ずっと iPad に隠れててずっと今までのそうですね55分間ここにいたんです、ママタルトのアクリルスタンドおいそれじゃあ桑原さんちょっと皆さんに見せてあげてください、あびっくりした、あげたのかと思った、いいかもう最悪あげてもいいですけど、こちらでございますね、桑原さんちょっと説明していただいてもよろしいですか、この人たちのことあこちらの方、角間さんのこちらの
なんでなんで目立とうとしてるの。なんでママタルトウィズママタルトになろうとしてる。肩のせママタルト。クワちゃんごと言っちゃい。カウカウの感じ。ママタルトをそっちの原因してカウカウを作るな。アクスタ関係なくカウカウが感染してしまう。いいですね、これどっちか誰なのかを説明してあげて。こちらママタルトさんという芸人さんですね、はいはいはい、大鶴ひまんさん、そして日原さんの2人、はい、日原さんは大喜利が得意という有名でございます。同じ話多分何回か前にしてるっていう。日原さんは大喜利が得意ですって説明。覚えてみんな、ママタルトのアコリムスタンドこれを僕が持ってきましてですね、あのこっそり隠しながらずっとやっていたところですね。これあのここに置いてて僕がママタルト好きなんですって話をしたら、角間さんの方から本当に僕から何の説明もなしに、じゃあやろうとしたら推しとルームシェアもできたんですねって言ってくれたんです。確かに彼らはルームシェアをしていて、人がかけるたびに募集とかしてるんです。さすがにその発想なかったなと思って。行きたいよね。推しなんでね。でもずっとこのアクスタが自分の方向けられてて、ちょいちょい目が合ってたの。ずっとだからこれがその角間さんの方向やって。だからいつ話すんだろうこれ。よかった。忘れてましたね。内緒ですけど T シャツもそうなんです。T シャツもママタルト。ガチ大好きなんですよ。どこでゲットしたんですか。去年の年末に通販で注文して、一つも値段とか見ずに頼んで、見てみたら結構な額になった。T シャツって意外とね。これとあのなんかステッカーとかも合わせて全部コンプしてる。なのでこれをだから持ってきた甲斐があったな、うん、当たり前のようにみんながママタルトを知っている環境で仕事ができていることがとても心温まるなと思います。何なんですかってならない。何ですかこのでっかい人じゃなくて、あのこの二人が各々にルームシェアをしていることを知ってるゲストが来たなっています。ピザ食べてみたいんですよね。ヒマンさんがねピザを焼くんですよ。オズワルドが M1 で負けて帰ってきた日に帰ってきた伊藤さんのためにピザを焼く。泣ける話か。絶対美味しいしね。二人はお笑いの話するんですか普段。角間さんとめちゃくちゃあでも教えてもらうことが多いかも。熊原さんめっちゃ好きなキャラなの分かるんですけど、角間さんそのイメージそんななかったから。あもう好きなのは一部好きな人をずっと見ちゃうっていう感じなんですけど、そうなん、クワちゃんにはなんかこれがおすすめですよって言ってめっちゃ教えてもらって、でも多分私のレベルに合わせて言ってくれてるんですよ。そうもう自由自在。確かに自由自在。レベルってあるんですか。さすが寄せする女だわ。凄まじい。クワならソムリエから角間さんにおすすめされたの何とかあります。えでもすごく前に Q さんとか、うん、昨年、うん、そうだからもう嗅覚すごいんですよ。早い早い。 M1 なんかで見るずいぶん前からもうすでに Q を勧めている。抑えとけと。そうなんです。でもこういうの見てほしいとか、うん、今日こういう動画上がりましたよとかを送るのは本当角間さんぐらいで。ラジオの話とか。これいろんな人にやってるんじゃないんだ。えそうなんですよ。なんかそのラジオもう本当に3時前ぐらいとかに今聞かれてますかとか送ったこともあって。角間さんのためだけのお笑いナタリーやったんですか。そう優しいね。いやでも返してくださるからそれが嬉しくてなかなかやっぱり見つからない。霜降りオールナイトリアタイ勢みたいな。暴れた暴れた暴れた一発まあイニミニ上からな。そうか出しちゃってた。なんだよこの世にないツッコミ。イニミニ上からな。まあイニミニ上からなって大きい声。見られたわ。ヒアラジオって言うから。そうなんです、長らく。はい、いや、二人がそういう風に仲いいんだなっていうのがちょっと意外だと思いました。ね、そうなんです。リハの時とかもよくこれ見ましたかとかお話ししてます。さすがにちょっとディープになると急になんか反応が薄いから刺してくれる。これは違った。カルテしてくれる。勧められたものの中でちゃんとハマれたやつなんかあります。あでも霜降りをずっとディープに置かせてる感じなのもあれ嬉しいです。年末にはネタコパしたりとか結構仲良く、めっちゃ楽しかった。めっちゃいい話。えタコパしたんですか。タコパしました。なんか中島すごい笑っちゃった。中島から始まる面白い言葉。うち中島ゆいって子がいて、その子が大阪出身だけどたこ焼き焼いたことないのにたこ焼き作ってくれてたんですよ両手で。ね、これ多分だけどたこ
こ焼きと違うな。やるよっていう大阪なんで。そう、それを横で何もしてないのに、ずっとお店を開いて、なんか誰かになりきって、お店の人になりきって、でちょっとしたクレームを言ったら閉店ガラガラってして、めちゃめちゃコントしてる。声優が集まってタコマでめちゃめちゃミニコントしてる。私はもう全然焼いてないんですけど、横でこうやって。なるほどね。で焼き加減をずっとチェックして、それはちょっとダメだ。これいい感じ。もう教える側に回ってるやつっていう程度。でこれチーズ入ってないですって言ったら、閉店ガラガラって。そんだけ口出す経営者なんだったら、ちゃんとそのクレームにも対処しなさいよ。すぐ受付終了して終わりました。閉めろ閉めろ。よく見ると何もやってないのに、なんか楽しいなみたいな感じが。そうですね。でクレーム届けた2週間後には、なんかその高級食パン屋さんに変わってる。よく見る変な名前の。そうそうそう、違う店舗にすぐ買って、また同じやつが。卵足りないんじゃないですか。経営者同じだった。いや楽しかった。美味しかった。美味しかったって言っちゃった。なんやかんや美味しかったです。終わり終わり。楽しかったこと美味しかったって言っちゃったら終わり。終わりやっちまった、ね、あれほっこりした話取っちゃった、ごめんなさい。これは青木さんのほっこりした話ということでね。まあそうそうそう、はい、青木さんのほっこりした話がなかったら、はい、タコマまでたどり着けなかった。聞いたことによって結果的にほっこりしましたね。そうそうそう、よかった。めっちゃいい話聞けた。ほっこりありがとう。最後声優同士のタコマの話が一番みんな好き。いやじゃあラスト1個ぐらいいきますか。どうするじゃあ。待ちな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 、江戸っ子みたいな。待ちな待ちな、タイムスケジュール待ちな。やっぱそうだよね。終わり終わり終わり。何何何何、私キープ今日21時だもん。終わりだよ。バレたバレた。キープ何時で切られてた今日。何時までって聞いた。あれでも9時だったような気がするな。最初から21時半までの番組ですか。あれそうでした。90分しか。事務所に言うしかねえな。騙された。最悪事務所に言ってもいいから、数字だけでっかい声 で、ね、でっかい声で力配分間違えた。ちょっと急に元気ないんですけど。大丈夫、あと30分はやんない。ラストラストラスト。5番で。5ね。はい。5番。さあこちら。レレン。お、すごっ。使えればといい、使えればいいなと思う魔術でございます。こちらも英雄をテーマでございます。本当、私が言ったやつ以外。そうだね、綺麗に桑原さんがほっこりする話引いたけど、ちゃんと何でしょうこちら。加藤さん全部全部全部英雄の絵が描いてある本。全部にブルブルじゃないか。ブルは違うか。なんで突然知らねえダーツだった。急にブルが。ど真ん中に刺さっただけ。そっか、全然違うか。全部同じ柄が出てくることを表す言葉はない。ないの。え、ないの。ないと思う。じゃあ黙れ。ダーツでそんな局面ない。ないか。トランプとか。何もないの。コンプリートって言いたかった。そうそうそう。コンプリート。ダーツ用語でも何でもね。難しい方のブルが出た。どうぞ。ということで、はい、これも、ね、あの一応英雄絡みのテーマで、世界に転生を、まあね、あのすると、しまして、絶対タイムテーブル。タイムテーブル見てる。あのするとしまして、もうでも引いちゃったからな、もう。魔術が使える世界に行ったとしたら、はい、どんな魔術を使いたいですかという、はいはい、テーマでございます。時間ぴったりに終わるような番組にする。厳しすぎる。厳しい。一番テンション上がる話なのこの。何でも魔法が使えるとしたら、ね。いやでもそうですね。なんだかんだ1時間本当に経ってんのかってぐらい、あっという間ですね。ちょっと驚愕。あれまとめてない？締めようと。いやちょっと魔法使い始めてませんか？なんか楽しすぎてあっという間に時間が過ぎちゃったじゃなくて、何の成果も得られてない時間で60分経ったなっていう気持ちを。でもこういうのが一番楽しいですよ。なんだかんだ帰りたくないぐらい。あ嬉しい。早く帰りたいコントをやってるけども、本当は楽しんでくれていて嬉しい。楽しいからどうしよう、困った。帰りたいって言いながらもう9時なのってショック。何魔術、みんなで魔術の話、何でも使います、何でも使います。ただもう複雑な術式が必要です。それが無理だな。ただ自分で、ね、自分でもかっこいい術式考えていいから、指先をまず切って噛んで、ね、それすごい思ってたんですけど、はい、あ本当だね、やりたい。口寄せだ。それが修復どうなってんだって思いません？それはもうだって出てきた魔法の力のなんかやつがやって、サキュバスがやってくれますよ。なんで俺エッチなやつ呼んだんだ。急にやだ。急に風になったら自然にサキュバスが来てた。
俺も9時になったら急に変わるじゃん怖い怖い大人タイムになっちゃった大人タイムになっちゃったよ早い早い早いよせめて10時だよねでっかいカエルでっかいカエルでっかいカエルカエルしてよ口寄せって言ったのにそうだよね戻されたねなんか何でもいいって言われるとすごい困んないそうですねこういうトークテーマだと要するになんかワープとか使えて勤務先に1秒でも早くみたいな人がお金いっぱいとか言うけれどもそしたらこの夢のあるやつがいい夢夢って何え哲学夢って何か何何ですかねで何夢青木さんが思う夢とはそう得意のトークで見せてください俺ね、うん高校の頃から一番好きだった鷲崎武さんって、うん、その人のちっちゃいライブハウスでやってるライブに通い続けてずっとファンだった、はい、でライブハウスでそこを飲み屋にもなってるところだから、うんうん、ライブ見終わった後に一緒に朝までお酒飲んだりとかできて、うん、夢みたいじゃんで一番好きな人とそうやってこう仲良くなって、うん、で一緒にライブとかもやろうよって、うん、ライブもやらせてもらえるようになって、うん、で僕が30になった時にお前もじゃあ、ラジオとか一緒にやろうよって言って、うん、ラジオ業界に呼んでもらって、うん、そこからラジオとか司会とかこういう配信の仕事も増えて、うん、一番好きな人に誘われてこの業界に入って一緒にレギュラーをやって一番楽しい仕事をずっとしてるから俺夢が全部叶ってんのでも今の夢はね、うんはい、このママタルトと同棲の話をしてこれがじゃあ叶う魔術にしましょうか好きな人とルームシェアできる魔術住みたい系の好きじゃないんだそうだったんですねそうなんだ なんだあと渾身の俺の夢が叶ってる話がすごいスピードでアクリルスタンドに吸い込まれてママタルトにすり替わって前も一回こう聞いて感動した話だったから知ってる話だごめんなさいエジソンの代打の時に聞いてるもんなその話なすごい記憶力すごい毎回感動するね大西さんと二人で迎えてくれた時すごい記憶力が半端ないしこういうとちょっとびっくりするよね嘘は通じないなでもそうですね、記憶力がマジでないからおすっごい全部を全部をなんかその自分の話題の中にどうにかして記憶力が久しぶりに会いましたとか、うん、あお久しぶりですって人の夢ないんですけどこの話ない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 会いましたって人の、まあ、最後に会ったこととか、うんはい、こんな人だったっていうのがすぐに出て相手に不快に思われない会話をできる魔術は欲しいなって思うすごい具体的なリアルすぎる初対面の人に会う前に一回親指を噛んで地面に術式を書いてから初めまして大変覚えてもらえる記憶できるかなっていうのにで向こうからは あの術式のどうしよう何しても好印象ではないかもしれないあの複雑な術式を要するとかって覚える気ねえじゃんって思われてどうしよう人の顔を覚えるために大会行く必死努力しろよ覚えるスタになっちゃいますだったら覚えろよだよねあとアフレコスタジオの床が術式でいっぱいになっちゃうどんどん貧血になる血が足りな なんかある桑原さんなんか使おう魔術せっかくだからでも今の記憶力のやつでいくと、うん、誰も記憶力ない記憶力のやつでいくとその角間さんとかも一緒に出演させていただいたライブで、うん、私たちには立ち位置というものがあるんです番号を覚えないと皆さんからはそんなの見えてない大丈夫ですかちょっとなんか角間さんが事故る話が始まったわかりすぎるって話そうなんです、うん、実は私たちは番号というところに立ってるんですけれども実は私たちは番号でやりながらあんなに楽しそうになわーって言いながらこうしたみたいなそこには番号が番号があるんですけど一曲の間に何度もいろんなところを移動する、はい、その番号をメモしてるんです5、6、1.5、7.5、3.5 とか 1.25、0.75 人数多いもんなあのコンテンツなそうなんだあのコンテンツなんだ急に名前伏せる M1 の真裏なそうなんだ帰りのバス大変だったよ、ね、思いました角間さんと見ますやばい LINE ニュースが来たって言いながらネタバレがね来るからね私見ますねそう見たの見るねってつどつど言う
YouTube にネタちゃんとね上がってましたからね、公式でね。公式で優しいよ。俺も中島ゆきさんのバースデーイベントやってたから、打ち合わせの最中にちょっと吐いた復活戦見たりとかしながら気持ちは一緒です、ね、一緒みんなそうでした。番号の話だ、ごめんあという M1 の話です。 M1 の話じゃないよ。魔術のね。そうです、だから魔術ワングランプリ。魔術ワングランプリ。こーわ。M だ。魔術1個使えるならグランプリ。どうでもよかったね。ガンマさん。1時間10分だってみんなが疲れて笑い疲れてるだけなんで、ね、受けなかったんじゃないんですよ。でもなんか悲しくなってきたから。どうでもよかったねって言わないでください、自分で。ダメになってきた。だって1時間の配分で頑張ってたから。確かに。如実に電池は切れてる。痒くなってきたもん、体が暖かくなりすぎて最初寒かったのにね。そう、温まりすぎた。今日外寒いからスタジオ寒いなと思ってたら俺脇びしょびしょ。やばい、グルーママタルトの T シャツが守ってくれてる。知らない間にママタルトが全部吸ってくれていたんだ。よかったね、俺のここにいたんだ。あ、これヒカルの頃終盤ですね。サイはいたんだ、ここに。誰か化け汗を守ってくれていた。注釈みたいなのいっぱい欲しいね、ここ。引用元出さないと。誰かいないかな、おじさんの隣に。こちらは。はい、終わるか、急に、ね、そう、あのね、いすみさんとの一曲の思い出も出てくるで、いすみさんいいよな、ずるしちゃったことによることをずっとこうなんか心の中に持ってる。そうなんですよね、そう、やり合ってる、好きなんですよ、中国金でね。最初の方だけ見てました。後ろだけ見てた。じゃあ、東野も光も子供だ。子供で、大人になる。めっちゃもう2人とも男前に育つんですか。タイが1回離れるじゃないですか。1回っていうか、しっかり、ああ終わってくださいね。しっかり別のスタッフにこうやられた。あ、ファンサ欲しいみたい。イエーイ。やらないっていうね。やらない、厳しいタイプ。それは自分のファンではない気がする。よし、じゃあ、はい、ということでございました。5ページ読みますね。そろそろ終わりにしましょうか。あ、その時間になりました。お知らせをいきましょう。お知らせ、ここから、みんなここ大事。聞いて、お知らせをいきますよ。はい、ということでございます。お知らせお願いいたします。はい、はい、精霊幻想記第24巻にてドラマ CD 付き特装版第5弾の発売が決定しました。うわこのタイミングで初出し情報だ。声量エグい。うわーやられた。ちょっと待ってくれ、なんかもう少しこう置いてからとかじゃない。初出し情報。そうですよ、皆さん、これはそうですよ、すごいことですよ。そう、ここ一番大事だから。もう一回、うん、みんな聞き逃してると思うから、もう一回読み上げてもらっていいですか。なんと精霊幻想記第24巻にてドラマ CD 好き特装版第5弾の発売が決定いたしました。うわー、うるさすぎる。はい、これね、あの、そう書いてるんですけど、23巻は2月1日発売。しっかりたしなめられました。来月、頭発売なんですけれども、その次の巻ですね。23の発売前にして24巻にドラマ CD がついてくることが決まったってこと。あ、よくお気づきで、すごい話だ。楽しみすぎました。田山先生、いつもありがとうございます。今日も見てくれてると思いますけど、北山先生もね、あの、今日も決定しましたってコメントしてくれますね。そう、ありがとうございます。決定しましたのために1時間10分待っててください。ごめんなさいすぎる。絶対9時から予定入れてたでしょ。そんなことないでしょ。お忙しいだろうに。そんな分刻みのなんかリズムで生きてる。お風呂沸かしてたよ、多分。お風呂ぬるくなってるんだけど。お風呂沸かしてた。ちょっと知ってる曲と違ったかもしれない。てんって最後。あ、ちょっと違う。大丈夫ですか、ジャスラック。大丈夫ですか。あれだって、あの湯沸かし器だけの。あ、そうなんだ。あ、じゃあ同じだ。私の耳がおかしい。俺のピッチが悪かったの。なんと。なんと戻るよ。なんすか、情報あるんすか、桑原さん。なんとですね、今回も脚本が北山先生の書き下ろしなんです。うわもうでっかい声出さないです。今来るかと思ってすごい構えちゃったね。でっかい音に備えろっていうポーズになった。こちらの詳細はですね、今後 HJ 文庫のツイッターをご確認ください。
そしてさっきも話題に出ました最新第23巻が2月1日に発売で、こちらの帯にもドラマ CD 付き特装版の情報が載っているとのことなので、うん、ぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。まずはね、2月発売の最新巻23巻をお楽しみいただきつつ、うんうん、そうですね、24巻をお楽しみください。楽しみ、はいはいはい、ということでございましてですね、はい、新刊告知 PV が毎月発売日の前日にこちらのチャンネルで公開されております、うん、はい、現在1月発売の新刊動画がアップされておりますので、うん、ぜひ新刊をチェックしてください。よろしくお願いいたします、うん、今回はこの3作品ということでございますね、うん、はい、かわいい、かわいいですね、かわいいですね。どの子が特に好みですか？ちょっとそれは言えません内緒ですよね。内緒ですよ。あ、対等の言い方ですね今月ですね、ピックアップしました。ルイチが英雄を棒を極めるため転生す、はい、そして世界最強の見習い騎士の原作小説、うん、コミックスの情報は概要欄やホームページでチェックしてください、うん、よろしくお願いします。出てますね、そして、はい、ただいま各電子書店様にてテレビアニメ化記念セールも実施中、テレビアニメ化記念セールですね、実施中でございます、うん、英雄王の原作小説コミックスは明日まで、そして神たちの、うん、原作小説は本日までとなっておりますので、この機にぜひぜひお買い求めください、うん、急げ急げ、そう、お安く買えますよという形ですね、うんうん、そしてテレビアニメの情報です、うん、まったり異世界スローライフファンタジー神たちに拾われた男シーズン2と、異世界最強 TS 転生ファンタジー英雄王武を極めるため転生す、そして世界最強の見習い騎士は現在放送中です、うんうん、はい、今夜が第3話の放送ということで、そうなんです、もうすぜひ、はい、見てくださいね台本に準拠してください台本だ絶対読めって言われたから、ね、ぜひぜひ、ね、はい、2作品ともね、お二人のキャラクターがいつ裏切るかわからない、裏切りませんよ裏切らないでくれ、あ、でも裏切らなかった場合それはホッとできるからね、そう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 、そう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 、常にそれを匂わしておくことが大事だ、あ、確かに皆さんには絶対見ていただかないです最後まで私も裏切るかもしれませんどうなるか分かりませんよ絶対大丈夫だみんなのコメントさらに HG ノベルス原作異世界はスマートフォンとともにの第2期、こちらが2023年4月放送になっております。今年ですね、 HJ 大変なんよ、もうアニメ化続き、ね、続きますね、さらにですね、うん、HJ 文庫原作の夢見る男子は現実主義者は2023年のテレビアニメ化が決定しております、すごい、うん、村上氏がもう次やった時にはもうどんどん痩せてるかもしれない、盛りだくさん、働きすぎて、そんなことないよ、そう、意外と痩せないの、忙しくて急に日向坂あ、そんなことないよな大人は忙しいと太るんで、あ、逆にリアリティー、リアリティーよいろんなタイプがいるよ、そんなことないよ、はい、ということでございまして、こちら現実、夢見る男子は現実主義者はですね、もうすでに決定しておりますので、ぜひ放送前に原作小説の方をチェックしてみてください、はい、と、最新情報は概要欄とそれぞれの公式ホームページ&ツイッターでチェックをよろしくお願いいたします。はい、この番組はアーカイブに加えて、なんと公式の切り抜き動画やショート動画もチャンネル内で、このチャンネル内でアップしておりま す, いいすこの契約違反の方、こちらも要チェック、岡隈さんが知らないところでショート動画にされています、切り取られちゃう、でも冒頭だけやってくれれば大丈夫、あれあとこれずっと流してくれる意味わかんねえから、放送事故、ああコスメ YouTuber みたいにママタルト見せる人ここでそうだな、でも確かにママタルト絡みになっちゃうけど、その二人がカウカウみたいになってしまう下りはショートで見たい二人とも肩に乗せる側の人だったから、やりたい二人ともでしたね、こうしよう、経験してください、 どちらも経験して書いてください、笑顔しなきゃ、練習した子、笑顔の練習、爪が甘かったね、ごめんどっちが多田さんなのかを向上心がよりカウカウになって完璧に出していこう、はい、ということでございましてですね、うん、今日の回もどっかが切り取られることでしょう、おやおや、はい、コメントとか見るか、せっかくだから面白く見てくれたのかな、うん、今回もどうでしたか、たくさんコメント、大人は忙しいと太るに対して分かるという、うわまさかのそこが分かる、確かに忙しい時期の方がなんか体に力入れなきゃっつって、あれデラックス
肉野菜炒め弁当を食べちゃう。オリジンオリジンだ。オリジンのやつ。大盛りのご飯と野菜炒めと、唐揚げとエビフライと白身魚フライがぎゅうぎゅうに詰め込まれた部活高校生飯を。茶色。ブラウン飯。終電で帰ってきて食べるみたいな生活。忙しい。デラックスにすると白身魚と唐揚げが、ね。そう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 、あれも。そんなあ全部通じる。オリジン。付き合ってる。どうせ中。幼馴染。ひょっとしたらもうすでに同棲相手は別にいるかもしれない。だから住めないんですね。なるほど、わかりました。青木村上シェアハウスへの同居人も募集してます。ちょっと定点カメラ置いていただいて。仮に同居したとして2人でオリジン食っての悲しすぎる。どっちかは作っておいた方が、どっちかが作るみたいなやつの方が昨日何食べた感があっていい。買って帰るなって。女性声優シェアハウスないんですか。未だ聞いたことない。夢見させてくれよ。あんま興味ないでしょ。いや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 。俺だってかつてはオタクだった男さ。女性声優同士みんなで住んでるみたいな楽園があるとしたら、みんなの夢になることぐらい分かってるよ。久しぶりに見たことある。すごいいい音鳴ってる。ピンマイク叩かないように気をつけてる。プロだ。ないんか、今まで歴史上一つも。そんなに言ったらね。女性声優同士でですか。それはあるから。あ、夢見せようとしてる。匂わせて夢見せようとしてる。夢だけ、それは妄想にお任せしてね。してないだけ。言っちゃったら、あ、確定しちゃったかになっちゃうから。ないって言わなければあるかもしれないんだもん。いや、ないとは言わない。ないとは言わない。そうそう、ね、タコパもヘッドしたら、もともとみんな一緒です。でもお部屋だったもんね。お部屋でしたね。そうだね、そうです、ね。いたずらに夢だけをお手遊んで散りばめて。あ、終わるか。賛成。いつまでもこうしていないけれど賛成。終わろうか。ということでございまして、皆様ぜひですね、ツイッターなどで感想を書き込んでくださいね。これは優しいやつをお願いしたいけど、どこに。今日は私が当たりを引いてみせましょう。あ、そうなんです。あの、かぐまさん見てください。何が。どちらか一つにしかハッシュタグは書いてないんです。え、そんなことあるの。本当だ。これだから、その桑原さんがボワンボワン声優、あ、何か魔法だ。今日の感想が聞けなくなるってこと。空中にその、あ、そうです、皆さんの、ね、そうそう、誰も書き込めないです、ハッシュタグがわからないから。いっぱい思いはあるのに。そうです、だから私がこれを発表しないと。そう、あと今演出上、あのアニメ演出でその光の輪がボワンボワンって出て、そこにこの魔法陣がすごい、ボワンボワンって言うの。あとね、出しすぎ。一回で分かれ、魔法なら。ボワンボワン、何回もボワンボワン。それ不発だよ。精度低い。違う魔術に変えて。精度低いな。ボワンやめようか。変えようか、何か違う音が出るから。別の SE にする。多分こっちポヨン。ポヨンポヨンポヨンの方がダン。あ、逆だ。縦がぐるんと回って、タッキーになってる。 HJ おしゃほこれでみんな書けるよ。あ、そっちは外れですので何も書いてありません。こちら外れでございます。そうなんだ、本当だ。嘘つき声優どもの番組に来てしまいましたね。大人の闇を見たい。ダメダメ。後で見ればよかった。ごめんね。シュシュシュポヨンポヨンシュシュシュ。全力で頑張ってたのに。そうなんです、あのエンディング入ってからも10分かかるんで。長い本当だな。もうこうなったら12時までやるから。いつかね、正式にあの長時間抑えてやりましょう。正式に。めちゃめちゃ楽しかった。そしたら冒頭からちょっとゆっくりになりますね。配信間違うから。それはそれ。そう、でも1時間ならと思って、本人にだけ嘘のタイムテーブルを渡してたら1時間のペースでやった上で、その後カスカスのかぐまさんを見ることもできる。そうですね、絶対帰ります。次こそは帰ります。後半のかぐまさんも魅力的だからな。優しい、そうやっておだてるんだから。名残惜しいはございますが、はい、そろそろ終わりにいたしましょう。はい、ということでお相手は桑原優希と、青木優馬と、そして今回のゲスト角舞でした。ありがとうございます。元気と勇気が見せた。あれ違う。何か全然わかんない。バイバイ。バイバイ。